はい、こんにちは。ショートボブ専門描写のミッチーです。今日も YouTube でギャルサロンワークやっていきたいと思います。本日のゲストのめぐみさん。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。では、では、めぐみさんが、まあ、髪の毛の、まあ、お悩みがありつつ、はい。お二人切りたいというところで。はい。はい、子供が二人目生まれてから、はい、もうずっと切れてないので、うん。なんかこう、縛って、うん。なんか毎朝の準備もなんか楽だったので、うん、そのまんまにしちゃってたって感じなんですけど、切って、すっきりしたいなと思います。うんOK、です。今お子さんの2人目が生まれて何年ぐらい経ったの？下の子が3歳で、上の子が今7歳になるところなので、3年髪切ってないんですか？切ってないです。お、結構短かった状態から、はい、そうですね、ずっとって感じです。お、はい、今の髪の長さはこんなに、はい、黒人のクォーターさんで、もうずっと歯根矯正をされていると。そうです。なんか結構チリチリな感じの、うん、はいはい、もうなんて言ったら根元からなんかこう、うん、なんかこう分かりますか？チリチリな感じの毛質で、ずっと初めてかけたのが中学生とかだったのかな。昔のなんか宿毛矯正だったので、ピンっていう感じの、なんかすごいこうあんまり良くない感じのところから、なんかいろんな病院とかも転々としながらっていう感じで、なるほど、ずっとかけて、ね、でも1年に1回か2回って感じです。あ、なるほどね、はい、結構じゃあ基本髪長かった。そうですね、なんかあんまり切ることをお勧めされてなくて、その癖がやっぱりこう軽くなると、うん、この根元がこうやっぱボワッと広がっちゃうから、ね、ある程度長さ上がった方がこう全体的に落ち着くよっていうアドバイスをいただいてて、基本の長かったって感じですかね。あとはじゃああれか、今30 38です。はい、同じ年です。あ、同じ年。85年生まれぐらいですかね。はい、で中学生の時だから20年ちょっと前ぐらい。そうですね、歯根矯正やってて、はい、ちょうどでも日本でストレート歯根矯正みたいなのが流行りだした時、スーパーストレートだと思うんですよね。うんうん、僕がその時中学生でカリスマ美容師ブームが多分始まった時、本当に知らないんだけど、僕が入社した時の先輩とかがやっぱり言ってたので、うん、ストレートすごかったよみたいな、革命だったみたいな、うん、まっすぐになるということがもう革命だったんですよね。じゃああれですね、そこからのストレートの遍歴はもう多分どの美容師よりも詳しいかもしれない。いやいやいや、でもそうですね、いろいろ、はい、なんかこういろんなやつをやってきた、来たんですよね、はい。どうでしたか、その中での良かったのとか悪かったのとか。あ、でもなんか一回その、それこそ高校生とかお金があんまなかったので、うん、結構宿毛矯正も高くて、昔からね、なんかすごいこうクーポンとかで安いところを転々と毎回なんかこう新規の方は安いみたいなもんで、なんかいろんなところこうちょっと行ったりとかして、ある時すごいこう失敗されてチリチリになってしまって、一回はね、皆さんあるんですね。そうですね、何十年もで、なんかもう完全に切らなきゃいけなくなってしまって、そこからちょっとなんかこう短い時期があったんですけど、定期的に行くところにちょっとそこから巡り合い、うん、でそこからなんかこうて、そこでじゃあ年に1回から2回ぐらいかけて落ち着いてたんですけど、うん、切るっていうのはあんまり良くないんじゃないってずっと思ってたので、ちょっと切りたいなって思って、うん、はい、まあその美容師さんがそのおっしゃるのも、まあ、非常にまあ分かりますし、うん、切ることでなりたかったヘアスタイルとか、うん、なりたい私になれるというメリットもあるけど、うん、切らない方が楽だったなって思うパターンもゼロではないんですね、うん、はい、やっぱり、はい、だけどまあそんなこと言ってたら一生髪型変わらんしっていうところで、うん、切りたい気持ちがあるんであれば、うん、あの全力応援、はい、というポリシーでやってますんで、ありがとうございます。やりましょう、そこは。はい、あ、確かにちょっと上ピッチは細かめでも、まあ髪の毛自体はそんなにすごい剛毛って感じじゃないので、まあ、やっぱり35も過ぎてくると少しいろんな部分に、ね、エイジングが始まってきますから、うん、でも問題だったら全然問題ないですね。あ、本当ですか。カラーは2年前ぐらいかな、うん、1回あのなんか バレヤージュ、あ、はいはいはい、をやったんですけど、なるほど。この辺はちょっとブリーチがちょっと入ってると。はい、そうです。矯正自体はアルカリ矯正がしっかりかかってるので、うん、1年経ってないぐらいですね、多分ね。そうですね、はい。後戻りも別にそんなにしてないし、うん、ちょっと劣化はしてますけど、そうですね、うん、アルカリ矯正しっかりかかってるなっていうところですね。柔らかく伸ばしたいからとかって言って酸性ストレートとかでやると、うん、逆にその伸びなかったり、あ、そうですね、やりました、酸性ストレート伸びたと思ったけど、あんまり酸性ストレート特有の柔らかい質感を享受できないか、刈り上がりになることが多いです。男性ストレートでもゴリゴリやるとやっぱり伸びるけど、じゃあアルカリ矯正でやった方が柔らかかったじゃんってことがあるので。なるほど。でどちらのクォーターさんなんですか？アメリカのジョージア州なんですけど、うん、おじいちゃん
違う、はいはい、お父さんの、お父さんが、うん、黒人のアメリカ人で、うん、おばあちゃんですねは日本人、うん、で、あのなので父がハーフって感じですね、うんうん、はい、まあもう全然問題ないです。大丈夫ですか、うん、よし、で、じゃあ、はい、どんな感じにしたいかっていうところなんですけど、はい、いただいてた画像がなんかくびれボブみたいな。そうですね、なんか レイヤーボブ。あ、レイヤーボブ、レイヤーボブ。どうですかね。どうとは似合うかなみたいな。あ、似合うは似合いますよ。くびれボブって結構汎用性がすごい高いので、まあ、ウルフっぽいっちゃウルフっぽいんですけど、あのバッサリ切っちゃうよりもあのいろいろカバーができるスタイルなので、うん、見合わせは非常にしやすいです。あ、そうなんですか。ただお風呂上がりとか、うん、朝起きてこれには絶対ならないので。そうですよね、はい、あのセットしやすい。襟足を自分で跳ねさせるとか、うん、表面のレイヤーをくるっと巻くとかっていうのをやらないといけないスタイルだから、そういう意味では手間はかかるスタイルではあります。なるほど。それかなんかこうちょっとこういうなんかそれでもなんかちょっと普通になっちゃうと思いますよ。変わり映えしないって。いや、変わり映えしないっていうか地味になりそう。あ、地味、はい、なるほど、うん、それカラーがハイライト入ってるからちょっとイン左のやついいんですけど、何の変哲もない三角形のおにぎりボブなので。確かに。せっかくそのお肌の色だったりとか目肌の形もはっきりしてるから、ちょっとそういうアジアンな感じのボブじゃない方が、なるほど、僕はいいと思うな。ハイライトとか入れたりとかしてこういう感じを作れるんだったらまあいいんですけど、なんかちょっと違うと思うんですよね。なるほど、うん、で結べるっていう安全性を担保しておきつつはい、はい、あ、ちょっとラフな感じの、そうですね、ボブみたいな、ね、でいいですかね。どう、なんかあと前髪もやっぱ作んない方がいいと思います。あ、作んない方がいい、うん、あ、なるほど。デザイン的に作りたいっていうご要望だったら作るんだけど、うんうん、やった方が絶対かっこいいと思うんですよね。じゃあそういう感じで、うん、はい、あの似合う感じで、もうゴーダーさんとか、うん、ハーフの方とか、日本人、中国人、韓国人とかはやっぱり前髪似合うんですけど、うん、アジア人以外の方々って基本前髪ないこと多いじゃないですか、うん、多いですね。でなんかやっぱりやってるのがなんかもうかっこいいから、うん、作りたければって感じだけど、別にそう作るのじゃん、作るあとやっぱりすぐ伸びてきちゃうからね、元が。はいはい。作って1ヶ月したらちょっともうウニュってなるから。そうなんですよね。はい。その辺とかも2児のお母さんのライフスタイルを考えると、まあ、なくても、ただまあ作れないことはないから、もし作りたいぞっていう強い気持ちがあれば時は全然チャレンジしてもいいと思いますけど、あ、はい、ですね、はい、じゃあ、はい、なし、そんな感じで、はい、下のこの辺とかはすごい結構強いってよく言われます。ああ、はい、うん、まあ、うん、練りは確かに強いです。でも別にもっと強い人全然たくさん。あ、本当ですか。してきてるで。あ、そうなんですね。なんかそう考えると別にいいって。あ、なんか勝手に自分の癖は最強だと思ってた。いや、全然全然。全然ですか。10段階で言ったら、まあ、7とか。ああ、なるほどなるほど。8ぐらいとか、まあ強め。僕の中の10段階で言ったら。まあ、あと量が多いからね。そうですね。でもちょっと強制時間かかっちゃうと思うんですけど。はい。はい、じゃあしっかりやっていきますんで。はい、よろしくお願いします。はい、では髪質診断していきます。非常に長いですね。でもしくも矯正をずっとされている髪の毛で、2年前ぐらい、この辺ぐらいかな、バレイヤージュがカラーが入っています。でアルカリ矯正プラスブリッジなので、毛先の方はね、まあ、どうしてもちょっときしみが、薬剤のきしみと熱ダメージ、あとは5年ぐらい前の髪の毛なので日々の劣化ね、あとは紫外線、夏も 4、5回通過してますから、ちょっとこう絡まりが玉結びになっちゃったりとか、まあロングヘアだとまあどうしてもねこういうの起きやすいですから、まあ、という状況です。で癖が割とそのバウンドがしっかりある波状毛ですね。リッチが少し細かめで、黒人の DNA を持ちということで、まあ、日本人の癖質とはまたちょっと違う、まあ、日本っぽい、髪質の中にそういった黒人さんの要素がちょっと入ってるって感じですよね。髪質的にはなんかそのなんだろう、組織の感じは日本っぽいんですよ、すごい。結構パサつきやすくないですか、髪。あ、うん、日本人の髪ってパサつきやすいんですよ。黒いんだけど中が軽いみたいな。白人の金髪とかブロンドの髪って色は明るいんだけど中が詰まってるっていうか油っぽいっていうか、うん、日本人の髪ってね色が暗いからツヤがあるだけで、すごいパサつきやすいんですよね。うん、ね、まあというちょっと日本っぽいダメージに弱いパサつきやすい、波状毛、リッチ強めで、粘点はそんな入ってないですね。だから普通にしっかり伸ばせば結構綺麗になっちゃいます。うん、まあ、アルカリの量
と還元値気をつけつつ適正水分量で適正にアイロンすれば全然切り伸びちゃうかなって感じですね。まあ、それでいってもあとは量が多いからそこかな、どっちかっていうとね。で顔周りがね気になると強いというところで、顔周りはちょっとその、まあ、より毛も細くなってるしキリッとした毛も少し多いですね。しかも伸びてないですもんね、もみあげに関してはね、多分もう切れちゃってて短いみたいな、うん、だからまあ非常にそのダメージ耐性がない、ダメージゼロに見えるけど実はアイロンダメージをめちゃめちゃ負っているっていう状態だと思うので、では、はい、一旦粗切りをしますね。このままシャンプー行くとちょっと絡まったりとかいろいろちょっと、そういった大変です。頭皮のね、あの、はい、今日アプローチをしたいのがやっぱりここから上、うん、はい、で矯正に関しては根元にしっかりかけたいから、はい、根元のその洗浄とプレ防除とかを、ね、しっかりしていきたいので、はい、まずちょっと作業がしやすいようにカットさせてお願いします。ヘアノーテーションとかは興味ないですよね。傷んでるからなんか逆にあれかなと思って、うん、まあね、矯正ブリーチ毛なので、うん、査定としては多分そんな高くはないとは思います。やっぱりでもって感じですよ。あの手続きみたいなのが必要なんですか。そ、送らなきゃいけないです、ご自身で。ああそうなんだ。レターパックとかで。あ、じゃあいいです。矯正するものでもないですし、うん、綺麗な髪だったら、うん、まあね、やっぱりブリーチ毛矯正もしてるんで、うん、やりたいぞっていうね、うん、あれがあればっていうぐらいの感じで、もう美容師側もなんて言うんだろう、やってくださいっていうものでもないし、うん、でもなんかそれこそコメントとかでなんか心がない人だとか言われて価値観がみんなそれぞれですから、長い髪をバッサリ切るからヘアドネーションしなきゃいけないみたいな、ヘアドネーション警察みたいな、なんかありますよね。それもちょっと違うと思うんですよ、やっぱり、うん、そのね、強制することではない、うん、もちろんそのために何年も頑張って伸ばしてる人もいるし、たまたま伸びちゃったみたいな感じでね、あ、じゃあやろっかなみたいな方もいるし、もうそれぞれ全然いいですから、もう、はい、あ、切ります。いいですか、いいですよ、じゃあちょっとすごいですね、切れ味が。切れ味いいんですよ、これ。あ、すごい、いや、ちょっともう、どうしよう。どうしよう。すごい。あ、すごい。白髪もやっぱりありますね。じゃあこれで、はい、一旦、シャンプーですね。はい。して、ベースカットします。はい。まず茶色いところはほとんどなくなる感じですよね、今日。そうですね、毛先にちょっと残るか残んないかぐらいの感じだと思います。自分のオリジナルの色ですね、うんうん、真っ黒じゃないから別にいいと思いますけどね、うん、はい、じゃあどうぞ。はい、はい、短くしようと思ったのは何かあったんですか。ずっと切れてなかったっていうのと、あとなんかこう、うん、確かに3年切ったもんね。そうなんです、なんかこう子供も小学校に上がって、うん、今度下の子も来年幼稚園になるんですけど、いろいろこう入学式とか、うん、いろいろこう顔出すというか、うん、学校とかに出る機会が多くなるかなと思って。あ、小学校とか上がると確かにね。そうです、そうです。なのでなんかこう元気な明るい可愛らしいお母さんみたいな、うんうんうん、なんかちょっとそういうイメージになりたいなと思って。なるほど、OK、めちゃくちゃ大事なワードをいただきますね。結構ね、そういうの大事なんですよ、うん、美容師側も微妙なそのインスピレーションを働かせて、まあ、技術のコントロールしますから。 ありがとうございます、うん、ボブはボブでもね、いろんなボブがあるし。あ、そうですよね、うん、好みとしたら本当はなんか本当かっこいい感じの、うん、なんかイメージが好きなんですけど、お母さんとしたらそんな感じかなと。うん、なるほど。やっぱちなみになんか、はい、宿毛矯正じゃなくてこのウェーブみたいなので、うん、行ってみようかなと思ったことないんですか。もうあルールはあるんですけど、うん、でもなんか結果、うん、ウェーブが綺麗に出る感じがしなくって、うん、ああなるほどね、はい、まあ切り方とかだと思いますけどね。本当ですか。うん、まあその辺もまあお好みとね、生き方ですから、うん、うん、
毛矯正するのに疲れたらそういった方法もね、そうですね、全然できる髪だと思うんで。あ、本当ですか、うん、また違った取説になってきますけどね。その家でそのちょっとケアの仕方とかも、もう全然変わるから。うん、あとやっぱりいつかどっかでっていうのはありますから、ね、70になっても毛矯正してるんかっていう話もあるし、手段の一つでしかないですから毛矯正は。ストレート至上主義っていう感じの風潮もちょっと違うと思います。お願いします。はい、まずは、ボブのラインですね。長さを決めていきます。肩に当たるか当たらないかぐらいで、ちょっと長めに一旦切ってクロス取って確認。止めてください。もうちょっとか、力いって5センチぐらい切りますね。はい、じゃあもう一度いきます。肩から完全に浮くぐらいの感じですね。まあ、結ぶ長さ残さなきゃいけないから、あんまり短くしすぎてもあるんですけど、あとはまあ最悪結びにくかったらハーフアップ推奨。うん、最初のうちとかは切り立ては結構短くなると思うんで、はい、結ぶっていうのもあれですよね、家事とかの合間、あれの時にちょっとパッと結びたいなってことですもんね。うん、じゃあ全然ハーフアップ推奨ですね。はい、でまあ毛矯正が伸びたというイメージのもと切っていく感じです。根元の癖生かしじゃないんで、あの根元からしっかりコーミングして、まあ、まずはベースはワンレンボブですね。イングラ入れるときは、まあ、頭の形にもよるんですけど、耳のラインの半分ぐらい、耳タブの半分ぐらいから下をちょっと短く、まあ、ディスコネクトしちゃうイメージの方がいいかなとは思います。まあ、しっかり切っちゃう方がやっぱり飛び出てこないですから、三つ葉でしっかりコーミングして切ると。こうですね、この時根元からグッとでコームの峰を使って返す。で出てきたこう切る。まあ、この時にこう1センチぐらい内側が短くなっちゃうくらいでもいいと思います。今癖で、ね、ちょっとこう浮いてるってのはあるんですけど、で今日はちょっと動きのあるボブにしたいので、ミドルセクション以降はちょっとエレベーションで少しグラデーションつけていきます。横スライスのエレベーションで、チョップカット、動くということを想定するので結構ザクザクに、ね、来てます。表面 の、 その根元から結構こっちに膨らむタイプじゃないと思うんですよ。うん、なんかこう大きくなるって、うん、ですよね。だからまあ表面までレイヤー入れちゃいます、少し。で、表面は、表面の軽さ出したいので、レイヤー入れていきます。で、これで矯正かけたらただの綺麗なボブになっちゃうんですよ。なのでそれを、まあ、ドライカットで少し崩すんですけど、まあ、多少アイロンとかで動かしてもらってあの感じ作るっていう感じですかね。だからあんまりそのドライの時点、家で乾かす時とかも綺麗にまとまるように乾かさなくて OK。 ツヤを出すためのことだけしてください。洗い流さないトリートメントつけたり、乾いたあと朝出かける前かなに例えばバームをつけるとか、あのウェット系のオイルつけるとか、そういったことはしていただきたいんですけど、宿毛矯正で髪って良くも悪くもまとまっちゃいますから、つるっとペタッとね。はい、うん、で、鉢の部分の角だけ今取ってます。ここ取っちゃって、これね、この角ね、手先のぼかしだけすきばさみで作っていきます。普通の僕だったらもうここで矯正入るんですけど、今日はちょっとラフな感じでいきたいので、毛先の部分だけぼかしを入れていきます。耳から下のセクションっていうのは毛量多いですから、ある程度しっかり後で取るという想定ですね。根元の方はこれから矯正かけるのまだ取れないんですけど、本当にボブの時ってここってなくていいというくらいの考え方で切る方が、まあ、収まりは綺麗に作れますね。
カットの途中からやっぱりその仕上がりのバランスのイメージっていうのは持っておかないと、今この毛束を切ることだけに精一杯になってるとやっぱりあの最終的な仕上がりのコントロールができないので、そこはしっかり持ったまま持ちながらあのカットを進めていけると良いです。サイドは毛量が後ろより少ないんでちょびっとにしておきます。じゃあ乾かします。はい、ちょっと髪ボワンってなりますけど大丈夫です。はい、いいですね。いい感じです。すごい。爆発。また少々のままで流され落ち着いてた部分っていうのが、うん、そうですね。こうね上がってしまいますから、これ縮毛矯正かけていきますね。じゃあ塗っていきます。はい、ここはね、次3種類使っていきますね。部位ごとに変えていきます。はい、初めはでも別に本当に1年で登録者が1000人ぐらいいて、うん、なんか YouTube ってその広告収入とか入るじゃないですか、とかが、ね、なんかまあ月になんか1万円ぐらいもらえてお小遣いになったらいいなみたいな、うん、ぐらいで。そうで、別にお客様もその時すでに困ってなかったんで、うん、ただまあ動画の時代になるからちょっと動画系コンテンツ持ってお客さんに LINE とかで送ってあのセットの仕方撮ったんで見てくださいみたいなとかで送って使うように始めたんですよ。あ、なるほど。お客様にあの お送りするようぐらいの感じで始めたんです、最初。本当にそしたらなんか思いのほか再生されてしまって、ちょっとなんかチャンネルの使い方変わったんですけど、バズりたいぜとか儲けたいぜとかそういう気持ちで始めなかったのが良かったかもしれないです、うん、確かに、なんか狙ってたわけじゃなくて本当にそのためになるコンテンツを作ってたらってことですよね。真摯に美容師をやっていたので、それをそのまま他の人の美容室覗き見ぐらいの感じでね、オーダーの仕方とか、私もそう、うん、これ悩んでるんだよねって、でもそういうの別に探しても出てこないみたいな。わかります、うん、私も結構その髪の毛とかすごいずっと悩んで、いろいろこう調べたりとかしてたので、そういうコンテンツはありがたいですよ。でもなんか今後の展望とかってあるんですか？なんかこうこういう風なチャンネルにしていきたいな今後みたいな。いや、ないです。あ、ないですね。もうじゃあ今まで通り、うん、見てもらう人の属性というか、うん、変わらないんですけど、やっぱり時代が変化していくので、うん、それに対応してマイナーチェンジしていくっていうことは絶対必要かなと、うん、僕のこのチャンネルがね、いきなりねなんかメイクのチャンネルになるってそういうことはないから、まあ、確かにそうですね、うん、やはり大食い始めるとかねそういうのはないんですけど、うん、まあ、ただ髪に悩んでる人とかっていうのは、まあ、おそらくいなくならないと思うので、その時その時での流行りというか変化を捉えつつやっていけたらな、うん、ただまあ本質は変わらないですから、こうしたら髪が痛む、こうしたら髪が綺麗になるって、その本質は絶対もう変わらないんで、僕はもうそれ掴んでますから。なるほど、うん、そういうのをなんかうまくお届けできたらいいなとは思ってますけどね。そうですね、うん、アルカリ矯正なんでね、ここのディバインディングラインがもうしっかり分かれてるんで、このつなぎ目のところの塗布が結構重要ですね。根元から1センチは少なめで、中間多くてまたつなぎ目で少なくなるっていうグラデーション乗っけて、かけ立てて、グラデーションかけて、かけ寝かせて、塗布量多くして、またつなぎ目でぼかす。何種類かあるんですか？なんかこう取り扱ってるその職も。あります。4種類。あ、メーカーっていうか、うん、ディーラーで言ったら4ディーラーぐらいから取ってますね。薬の種類は全部で何本だ、10種類ぐらいあるんじゃないかな。あ、そんなにあるんですね、うん、混ぜてますね、いろいろ。うーん、だからあんまりマニュアルにできないから、だからこういう、まあ、あのほぼマンツーマンスタイルで、まあ、やってるって感じ。これで何人もお客さんいたらこれできないんで、やっぱり、ね、確かに、うん、細かい調合とか使い分けみたいなのがね、毛先がね、こっちに来ると、はい、つくわけですよ。それも意識して、ね、でも俺がどうやってるかっていうと、毛先をこう入れ込んでるわけ。でも別になんかそれってなんかね、薬が多いからうまいとか、
詳しいからすごいとか、うん、そういうことじゃないんですよ、うん、なんかこういうケミカルの世界って詳しい人が一番偉いみたいな感じになりやすいですけど、まあ確かに詳しいのはすごいことなんですけど、よりも僕はなんかお客様の気持ちとか、好きとか嫌いとか、そういったのが分かる方が美容師としては僕は大事だと思ってるんで、確かにめっちゃ詳しくて、あのすんごいこだわりのなんか施術をしてくれて髪はピッカピカになるけど、私別にこの髪型好きじゃないって言われたら、美容師としてはやっぱりちょっとね、ヘアアーティストとしてはすごいんですけど、うん、こういった一般の街の美容室っていうところで行くと、うん、ちょっとどうなんだろうかっていうのはすごく感じますね、うん、あのずっと約20年美容師をやってきて、うん、アートとしてのうまさと、うんうん、お客様が喜ぶ施術っていうのはまたちょっと違うのかなと、うんうん、なんか結局なんかこうカラー診断とか骨格診断とか、うんうん、あるじゃないですか、うん、なんかああいうのとかも流行ってるのって、うん、自分に本当になんかこう一番似合うものっていうか、客観的にこう、うん、誰かに診断してほしいみたいな、そうでしょうね、多分こうそういうのがあるんじゃないかなと思って、うん、なんか日本っぽいなって思います。アメリカとかそんなないっすよね。あ、まあ、なんか海外でも一応その、うん、カラー診断とかはあるはあるけど、うん、まあ、もちろんあるある、みんながそれに傾倒するってことはないですか。なんかそれすごい日本っぽいなって思います。基本なんかこう個性というか、うん、自分がこうありたいかあるけど、うんね、どっちかというと日本ってなんか人からどう見られるかみたいなのが、うん、なんかその評価軸が他人にあるっていうか、そうですね、うん、それはもう、ね、人種というか民族意識なんですね、うん、まあいい悪いじゃないと思うんですけど、うんうん、一昨年ニューヨーク行った時にそれめっちゃ感じたんですよね、うん、みんながそれぞれの人生をちゃんと生きてる。あ、そうですね、うん、他人のあれもまあ多少はあるんだろうけど、うん、自分が好きで快適で心地が良くて、うんうん、自己愛が強い、あ、そうですね、うん、人生を生きてるからすごいヘルシーだなと思いました。うん、日本はどうしても狭いですから、うんうん、ちょっとこうギスギスしやすかったりとか、単一民族だから思想も偏ってますし、うんうん、アメリカはアメリカですね、移民のなんか博物館あるじゃないですか、そういった時にすごい思ったんですよ。これこんだけいろんな人種が来たらそれまとまらんわ、うん、1800年代のアメリカはと思って、それなりの大変さもあったんでしょうけど、うん、では会話していきますね。ありがとうございます。質問強制にはもうね慣れっこだと思うんでね、はい、この工程はもう不動となくねやられると思いますが、はい、やっぱりこの工程が、ね、一番大事です、はい、薬よりもなんかいいトリートメントよりも何よりもこのアイロンなんですよ、やっぱり仕組み矯正って、うん、はい、今ね髪が膨潤っていって膨らんでる状態ですね。水分を含んでパンパンになってます。水風船の中に水入れるとバーって膨らんで色が薄くなるじゃないですか、うん、そんなような現象が今起きてます。髪の毛なんかちょっと色もワンパン赤くなるんですよ、うん、でまたそれをこう脱水して酸化すると、うん、また元に戻っていくという形状記憶をするっていう感じですね、うん、じゃあもみあげですね。粘着布を使ってできるだけ、まあ、細かくでプレスしないように焼かないように、でも一本も残さないように。ご自身でねすごくアイロンをされているのでダメージの蓄積がありますから、テンションかけるんだけど、まあ、引っ張らないんですね。この時に、まあ、逆手で今折ってるんですけど、逆手で持つメリットとしてはソフトテンションになるところですね。でこれ下から取ってもらうと分かるんですけど、小指で押さえてるんですよね。小指と薬指、小指と薬指を使うことによって力が入りにくいので、毛をこうプレスしすぎずツインブラシで挟むことができるので良いです。この、ね、小指ね、結構男の人は力が強い、僕もそうですけど強くなりがちなんで、まあ、順手でやるにしても力入れないか逆手でやって力が入りにくい状態で、まあ、やるっていうのも一個ですね。あと脇が締まるんで安定します。このこれがね安定するんですよね。ある程度のリッチのある髪でもこうやってスパスパ伸びていくのがやっぱりアルカリのいいところ
ですね。でアルカリ矯正なんだけど硬くならないように生薬剤の調整をすることと、やっぱり硬くなるのってこのアイロンなので絶対に。やっぱりこの宿毛矯正もなんか あんまり濡らさない方がいいとかってありますか？なんかしばらくは1日2日は。いや全く。あ本当ですか？今日の夜からシャンプーして大丈夫です。そうなんだ。1日2日シャンプーしないかったら取れちゃうみたいな宿毛矯正はそもそもかかってないです。こんな簡単に取れるものではないので、宿毛矯正って、宿毛矯正の後そのままカラーしたりとかもしますから、もうそこでシャンプーしてるじゃないですか。あそうですね、確かに。ティーティクルも開けちゃうし、同日にカラーとかもやっちゃって大丈夫なんですね。カラーの内容にもよりますけど、トーンダウン系とか、ああなるほど、白髪染めるとかは一緒にやった方がお客様も楽だと思うんで。あ確かに、1回で済むって、もちろんちょっと後日にね落ち着いてからとかの方がいいっていう考え方ももちろんあるし、カラーだからダメとかそういうことじゃないですね。襟足はね、まあ多少ピンと伸びちゃうと思うんですけど、できるだけその伸びすぎて跳ねる原因にならないように生え癖に沿って内巻きにアイロンも入れていきます。ドライカットの前に、はい、あれだ、まあ、ちょっと一旦、まあ、全然ついてないんで毛量調整します。はい、でこれは洗い流さないトリートメントですね。はまってる髪質改善ミストです。紹介して2週間ぐらいかな、はい、日地法によるメーカーの在庫が全部なくなりました。あそうなんですか、あら今どこにもないです。買えないんです、ね、買えないけど、この動画が公開になる頃には、多分入荷してるんじゃないかな。そうなんですか。入荷っていうかこの工場のやつが。これをつけてから乾かすと結構ツルツルな感じだ。そうですね、ミストなのでまず軽いんですよ。だからどっちかっていうと栄養というか、でその上からオイルとかミルクで蓋するみたいなのがベストですね。もちろんオイルとかだけでもいいですよ、いいんだけど、よりそのダメージとか、そういったのを気にされる場合はミストオイルとかミストミルクっていう使い方がすごくいいです。なるほど。であとは皆さんみたいに宿毛矯正を結構もうずっとしているって方は、宿毛矯正専用のシャンプー使った方がいいです。あへえ、そんなのもあるんですね。じゃあ、まあ以前も動画で紹介して、これも紹介した時にとんでもなく、メーカーさんから嬉しい悲鳴が聞こえてきたな。リリリミミシャンプーっていう矯正の専門の美容師さんが作った宿毛矯正カラーダメージ専用のシャンプーです。これはその宿毛矯正して基本的に髪の毛ってもう落ち着くじゃないですか、だからこれも軽めです。あなるほど。なんだけど矯正特有のシャキッとした感じとか、硬くなった髪を柔らかくしてくれたり、もうサラサラパラパラパラ髪をなんかパラパラチャーハンにしてくれるような、あなるほどなるほど、はい、感じですね。まあちょっと一旦まだノースリングでマックスもないんで、はい、これと全体の根元中間をついていきますね、はい、根元中間からねざっくりとまず一周入れます。で量が多いところ、特にこの端じゃなくて、まあ、センターがね量が多い生え方をしているので、センターは今2周入れたかな。まあ、何パーセントのセニングかでね、何回開閉するかによってもまあ変わりますけど、その厚みというものはある程度一緒にしていきたいので、こういう入れ方をしていきます。
疲れ様でした。ありがとうございます。綺麗になりましたね。はい。はい、よし、じゃあここから軽くしていきます。毛自体はやっぱりそんなにすごいこう剛毛っていう感じではないんですよ。一本一本はちょっと柔らかめなんですね。このすく作業でも結構手触りとか髪のザラザラ感みたいなのがね結構変わるので、この削ぎはね結構大事にしたいところですね。え、家にあるアイロンパッド何か持ってますか？あ、持ってます。でもなんかすごいサロニアの安い、うん、あ、ダメ、あ、まあ、はい、十分。なんか高いアイロンとかコテを使ったから、うん、全く傷まないかって言われると別そんなことはないんですよ別に、うん、もちろんプレートとかにね、うん、コーティングがしてあって、うん、ちょっと傷みにくいっていうのはもちろんあるんですけど、うん、ただやっぱり髪からしたらどっちも百何十度の厚い棒なので、まあね、やんないのが一番傷まないです、っていう話にはなっちゃうから、うん、安い高いで変わるって結構その耐久性とか、うんうんうん、まあもちろんそのブランドバリューみたいなのももちろんあるし、うん、あ、こう表面のコーティングみたいなところですね、うんうん、安いコテとかの場合はしょっちゅう買い替えちゃう、うん、感じでもね僕は別にいいかなと思いますね。こんな感じで、まあ、多分触っていただくと多分なんかねふわふわだと思います髪が。あ、すごい根元のめっちゃ柔らかい、柔らかい感じ、はい、うん、毛先はもともとのかかってたやつなんですけど、はいはい、全然丸いです。なんかいつもこうペタンってなんか、あ、そうです、かけたてって、うん、毛根がなんか寝るっていうか根元が寝ちゃうんですよ、うん、すごいいい感じです。あ、すごいすごい、その根元がねそう寝るっていうのを、うん、そうなんですよ、折れちゃうっていうか、なんかピタッてやる、そう、うん、そうなんです。やっぱりそれを起こしながらやっているっていうのが非常に重要で、いや、そう思います。それもやっぱり仕込み矯正30年選手だから分かるという感覚で、分かんないでしょ多分だからいつもなんかかけたてはいつもこうしたい方向と逆にこうなんかわざとしといて、うん、でなんか1日経ってこうするとちょうど良くなるとか、なんかそういつも漏れちゃうんですけど、すごいいい感じで、うん、あとはアイロンでご自身でちょっと動かしていただければいいかなというところですね。今日の感じだとちょっとこういうくびれっぽいこういうスタイルだと思うんで、それはさすがにカットとドライだけではならないですね、はい、だからまあ美容師の手術っていうのは、まあ、いろいろ難しいんですけど、何十年もその髪で過ごされてきている方以上に一期一会の方の髪の毛を、まあ、理解してやるっていうことが必要なので、まあ、宿毛矯正を、ね、それでずっとやってきた方っていうのはやっぱり美容師5年目ですとか10年目ですっていう人の宿毛矯正、まあ、僕も、まあ、まだ19年ですけど、めぐみさんの宿毛矯正歴に比べたら全然なんでだからやっぱり A の美容室だとこうだった、 B の美容室だとこうだったっていうのがやっぱりお客様は分かるんですよね。シャンプーにしてもそうだよ、何も言わないけどお客様は感じてますからね。あ、なんか今爪当たったなとか、あ、このお店のシャンプーこういう感じかとか、同じお店の中でも前回の子はこんな感じだったなっていうのを感じながら、勝手に評価されているので我々は、それをこういかに満足していただくかっていうお仕事だからね。まあアイロンでなんかこう跳ねさせ外跳ねさせて上を内巻きにして、あとセット剤つけてバサバサバサってやったら OK です。全然違います。やっぱ触り心地がかけたてでなんかこの自然さっていうのがすごいなと思います、うんうん、ちょっと2、3週間経った感じ。あ、そうですそうです、まさに。だからお客様がリピートしてくれるのかな。だからそうなんですよ。で、私なんか本当宿毛矯正かけて1週間は予定入れないんですよ、うん、なんで？あの変だから、あペタンってそうそうそうなっちゃうから、はい、本当自然ですね。宿毛かけたって感じがしない。ただこういうサラサラふんわりみたいな質感っていうのはそのトリートメントとか処理剤の力も大きいので、うん、まあ、例えば今日だったらあのミストだったり、はい、このリリーミミシャンプーだったりとかでもやっぱり変わりますね。あ、そう、まあ、家のシャンプーもね、宿毛矯正されてるからある程度こだわってらっしゃると思うので、うんうん、うね、問題なければ全然それでいいし、まあ、気になるようであればあの概要欄からあの僕のオンラインストアあるんで。あ、本当ですか、うん、使いました。これも見るやつです、はい、こんな感じ。結構たっぷりめでいいです。はい、このぐらい10円玉台ぐらいしっかり取って、うん、指の股にも伸ばして
で、まあ、レイヤー入れて動きつけてるんで、なんか揉み込む感じの方がいいですね。なんかこう手ぐし通しちゃうと、動きそペタってなっちゃうから、なんかもうぐちゃぐちゃぐちゃってやる感じで、揉み込んでぐちゃぐちゃみたいな、あの写真の雰囲気だとそういうちょっとラフな感じの方が、あの雰囲気に合いますから、ある程度そのドライしてアイロンでやってれば、あのなんだろう、ボンバーになることはないので、仕込み行政もかかってるし。ね、ありがとうございます。すごい。すっきり、はい。ちょっとまあ日本っぽいスタイリングですけどね。はい。まあいいと思います。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。日本っぽい。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。本日のめぐみさんのケースですね、黒人の方のクォーターさんというところで、まあ政権には学生時代から悩まれていたと、ストレートをかけてロングで過ごしてきたと。でその中でね、可愛いママになりたいなというご要望で、バッサリカットさせていただくという手術となりました。一番ね、喜んでいただけたっていうのがね、何よりですし、子育てをしているお母さんっていうのはこれっていう決め打ちのスタイルっていうのももちろんいいと思うんですけど、やっぱりまあ結ぶことができたりとか、時間にね余裕のある時はスタイリングちょっとこういろいろやってみたり、逆に時間がない時はもうバッと乾かすだけでまとまるみたいな、そういった汎用性のあるスタイルの方が僕はいいなと思っていて、まあ、その中でね、今日はまあ肩につかないぐらいのボブで、まあ、レイヤーを入れて、最終的なスタイリングはね、ヘアカタログにありそうな形にはさせていただいたんですけど、もう乾かしっぱなしでバサみたいなんで、なんかバーンつけてバサバサみたいな感じでも、まあ OK ですし、まあああいう感じでスタイリング巻いてね、してもいいですし、まあハーフアップにしてもいいし、まあそんな、汎用性の高いボブを作らせていただきました。でまあやっぱりその黒人の方のね、血が4分の1入ってるというところで、やはり見放立ちだったりとかも日本人の雰囲気よりかはすごくもうはっきりされていますし、前髪作ってフェイスライン決めて小顔レイヤー入れてっていう感じよりも、なんかこうふさっとやってる方がかっこいいしハマりそうだなというところで、まあ、前髪をね長めにご提案をさせていただいたんですけど、まあこの辺はお好みもありつつというところで、まあいいのではないでしょうか。でまあやっぱりその施術中にもお話いただいたんですけど、その根元の立ち上がり、寝てないっていうね、その本当にお客様からそういう言葉をいただくっていうのは僕的な衝撃で、美容師さんでもやっぱりまだアシスタントのことかだったらね、まあ見かねもよくわからないって言ったんですけど、やっぱりわからない感覚っていうのを、やはり宿毛矯正をもう何十年もされている方っていうのはやはりわかる。今日めぐみさん、僕は始めましたけれども、やっぱりその方と同じ、ないしはその方以上にその方の髪のことを理解して、相手の立場に立ち、想像して、施術をさせていただく。というのは、やはり僕もすごく大事にしているし、まあ今ね、画像とか動画とか、上手そうな美容師さんというのが世の中に溢れていて、昔よりもやはり増えていて、お客様の立場に立てること、お客様のことを想像できる。そういう能力がやっぱり今の美容師さんには必要なんじゃないかなっていうふうに、僕自身は思っていて、そういったところを大切にさせていただいているタイプでもあります。もしね、その今回の動画でその気づきを得た美容師さんはトライしていただけると、まあ、いいんじゃないかなと思うのと、そういったオンラインサロンとか技術動画とかではわからないでも大切なことっていうのを、あのミッチ美容師アカデミーの方ではレクチャーをさせていただいているので、まあ、もしよかったら気になる方は美容師さんをね、登録してみてください。と、今日動画の途中でね、まあ、ヘアケアの話に、なり、髪質改善ミストのセレミフォグミストが非常に大人気で、ありがとうございます。メーカーさんの方のね、在庫を欠品させてしまったということで、おそらくこの動画が公開されるタイミングでは、納品されてるか、もうすぐかというところだと思います。で、あとは、宿毛矯正をね、されている方におすすめのというところで、まあ、以前からね、もうずっと僕も気に入れさせていただいている、こちらのビリミミシリーズですね、シャンプーとトリートメントは、やっぱり宿毛矯正をしている方、あとはカラーダメージがある方には非常におすすめです。質感的にはすごく軽いんですけど、ショートヘアっていうのはやっぱり重さっていうのは、バームとかで出せば、僕は良いと思っているタイプなんですね。で、重たいシリコンをつけてしまうと、重たいものに重たいものがどんどん重なって髪がべっとりしてきます。だけど、軽いものっていうのは、何層重ねても、
結果的にすごく重くなるということはないので、重さを出すためには後でオイルをつけたりバームをつけたりとかすることでいくらでも調節が効きますけど、シャンプーで重くなった髪を後から軽くすることっていうのはできないんですね。なので僕はこういった軽いサラサラふわふわみたいな感じのシャンプーの質感が僕は好きで、それでいてかつしっかりと補修補強もしてくれるというところも気に入っています。シャンプーで一番髪が痛む原因になる髪活性剤もマイルドなものを使っております。ココイル加水分解コラーゲン系っていうねものだったりとか、まあ、ドコサラクトンとかヒドロキシチルーレアだったりとか、まあ、コラーゲンだったりとか、あとはレブリン酸やマレイン酸といった髪の毛に必要な、ね、成分っていうものがたくさん入っているので、なかなかやっぱりここまでしっかり成分入れて髪を洗える、そしてトリートメントできるっていうものは僕はそこまで多くないと思ってるので、ブリーチも、宿毛矯正もカラーもあと白髪染めしてねちょっとキシッとなる方とかに今すごく僕は良いなと思っております。でこれプラス、髪質改善ミストであったりトリートメントのオイル、あれは長谷さんのオイル、またヘアバームっていうところを、まあ、お好みで、まあ、ご自宅にあるものに、まあ、プラス、ご自宅にあるもので代用するというところでうまくやっていただけると、まあ、非常に扱いやすい紙になっていくと思いますので、まあ、気になる方はね、過去に紹介の動画も出しているので、よかったらぜひ見てみてください。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。